今回はシルバーリハビリ体操についてお送りします。お話はシルバーリハビリ体操指導士の宇都宮文子さんと島田敏子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宇都宮さん、はい、このシルバーリハビリ体操はどういった体操なんですか？はい、シルバーリハビリ体操とは主に高齢者の介護予防を目的に行うもので、茨城県立健康プラザ管理者の太田仁先生が考案された体操です。いつでもどこでも誰でもできるという特徴があり、道具や音楽など一切必要ありません。また寝て、床に座って、椅子に座って、立ってなど、どのような姿勢でもできますので、お一人お一人の状態に合わせて無理なく体操することができます。もう一つの特徴は、何のためにどの筋肉どの関節をどのように動かすか明確ということです。私たちシルバーリハビリ体操指導士は、参加者の皆様にこの体操は日常生活のどのような動きに効果があるかなどをお伝えしながら指導しています。はい、で、これでラップにしてください。はい、肩をゴシゴシ洗ってもいいけど、柔らかく洗ってもいい。肩をしっかり動かすように、今度頭のてっぺんの方をシャンプーするようにね、洗っていきます。後ろの方までしっかり洗ってください。もう最後ですから笑顔ですよ呼吸やストレッチなど様々な体操がありましたが、どういった効果があるんですか？はい、この体操は主に体の柔軟性を高め、筋力をつける体操があり、続けることで日常生活動作を楽に行うことができます。つまり、いつまでも自分のことは自分で行うことができる体を維持することができます。また誰かの介護をするときや、万が一自分が介護を受けるようになったときでも役立ちます。何歳になっても自分のことを自分で行うことができるのは大切なことですよね。そうですね。その他の体操として嚥下体操や発声体操などがあり、食べ物を噛んだり飲み込んだりする嚥下機能を維持することができます。高齢者になると嚥下機能が低下してきて、誤嚥性肺炎を起こしやすくなります。皆さんぜひこの体操をしていただきたいと思います。一番最初に参加しようと思ったきっかけは、リハビリのためにしようかなと思ってきましたやってみてどうですか？楽しいですね笑いながらできるハードじゃないのに、教えて、ね、ポイントを教えていただけるでしょう。でそれが私の体力に合わせるように自分でできるいうことが一番長続きするからいいと思っております。そうですね、日頃お目にかからない人もね、たくさん増えてきて、お会いするのがとても楽しみです。はい、そういういいところがあるということと、もう一つはですね、私自身の健康寿命を保っていくということで、すごい効果があるなと思ってやってきてます。はい、参加者の方に感想を伺ってみました。島田さん、このシルバーリハビリ体操はどこでされているんですか？はい、市内各地、公民館、集会所、生き生きサロン等約80カ所で実施しています。体操教室として実施しているところもあれば、ふれあいサロンのメニューの一つとして実施しているところもあります。そういった情報を掲載したチラシを市役所高齢者福祉課や各支所、また社会福祉協議会や公民館等に置いてあります。申し込みは必要ありませんので、日時と場所をご確認の上、お気軽にご参加ください。また指導士の方たちはボランティアで地域の方に教えていらっしゃるんですよね？はい、
私たちシルバーリハビリ体操指導士は、体操はもちろんのこと、筋肉や骨などの体の動きについて40時間の講習を受け、地域で活動をしています。最初は自分が指導できるのかと不安でしたが、今は高齢者の方が元気になられる姿を見て、仲間と一緒に地域のために活動することにやりがいを感じています。こういった活動がどんどん増えて、尾道がより元気になるといいですよね。はい、まだまだシルバーリハビリ体操を知らない方もたくさんおられますので、より多くの高齢者に体操に参加していただき、みんなで健康寿命を伸ばしていきたいです。また私たちと一緒に指導士として活動してくださる仲間が増えることを願っています。シルバーリハビリ体操の教室や指導士募集についてのお問い合わせは、尾道市役所高齢者福祉課、電話番号 0848-38-9137 へお願いします。今回はシルバーリハビリ体操についてお送りしました。皆さん待ってます。